2023年11月23日、阪急川西の瀬口駅にて、今日はこの駅から能勢電鉄線に乗りに行きます。では車内の映像に移ります。しばらくして発車。ところで今回の目的は何か分かりますか？正解はもうじき廃止される妙見の森キエブドを見に行くことです。もう廃止されてるけど。そして妙見口駅に到着。しかし目的地はまだなので今から向かいます。あれからしばらく歩き着きました。ということで列車を待つと、ケーブルカーが駅から発車してきました。で、もうしばらく待つと反対方面からも。ということでいかがでしたか？今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。